こんにちは。動物の森シリーズのプロデューサーをしています江口です。今回は私と一緒に制作をしています3名のスタッフと一緒に任天堂 3DS 版の動物の森について少しだけご紹介したいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。実はですね、ここに、これまでの DS 版とか Wii 版の動物の森を遊んでくださった皆さんからクラブ任天堂のアンケートを通じてコメントが届いてるんですね。でそれを紹介しながら、今回の作品についての紹介を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず一つ目のコメントです。3DS 版も自分なりにマイペースで暮らしていけるっていうところが今までのシリーズと変わらないと思うんですけれども、 3DS 版でここが変わったぞっていうところを皆さんに紹介してあげてほしいんですけど、じゃあディレクターの京極さん。今回は 3DS 版の新しい要素の一つとして、自分自身が村の村長になって自分で村を村おこしするっていう思うがままに作れるので、作らなくてもいいんですけど。ああなるほど。こう不真面目な村長さんでも全然構わないわけですね。頑張ってもいいし、うん、何もしなくてもいい、はい、そういうところは村長になっても変わらない。今まで遊んでくださってた方もちょっと新鮮な気持ちで遊んでいただけるんじゃないかなと思ってます。動物の森も中にはすごい服のデザインが豊富でたくさんあるんですけど、量とかもちろんボリュームアップしてると思うんですけど、新しく加わってる要素もあると思うんで、そこをデザイナー代表の高橋さんからちょっと紹介してください。はい、今回大きくは上下で服を着替えられるようになったので、とか女の子でも、長ズボン履いたりとか、男の子で、あスカート履けるんですか。履けるんですよね。履けますね。はい、好みで履けるという、はいはい、とか、まあ、今まで二頭身ぐらいのキャラクターだったんですけれども、今回ちょっと頭身を上げてよりファッションコーディネートが入るような体型に、調整してあります。これはあれですよね、通信を使ったお出かけの話だと思うんですけど、まあ、他のプレイヤーの村に遊びに行ったりすると、まあ、そこで自分の村とは全然違った様子を目にすることがあるっていうのが、今回もこういう楽しみはあるんですよね。今回はまた 3DS という携帯機なんで、そのお互いの 3DS を持ち寄って、まあ、こういう場とかでも、まあ、一緒にお出かけができるので、まあ、もっとその村のお出かけを積極的にしてもらいたいなというのもありまして、まあ、村長になることもあるので、その村長として村に例えばそのベンチですとか、まあ、街灯とかランプとかありますよね。ああいうのを公共のものをちょっと置いていって村自体をきれいにするっていうようなこともできるので、個性が出るかなと。村の様子っていうのはちょっと変わりまして、うん、で砂浜が大きくなったりとか、あとは踏切を越えると、商店街が広がってたりとか、裸足でビーチを走り回るとか、おそういうのも楽しいかと思います。それはプロデューサーの私も知らない話です、ね、ちょっと走り回ってみたい気分になりました、はい。3DS 版も、まあ、おなじみのキャラクターはたくさん登場すると思うんですけどね、今回新しくなった部分っていうのを高橋さんの方から紹介してほしいんですけど。はい、そうですね、プレイヤーの頭身が変わりましたので、それに合わせて一度動物たちの頭身も見直してます。小さい動物は小さく、大きい動物は大きくということで、まあ、リスとかだと小さいし、クマとかだと大きい、まあ、並んだ時にまあバリエーション豊かに見えるような可愛らしさとこう力強さをいろいろメリハリつけて、そうですね、動物たちの生き生きとした感じになりそうと思ってます。今度新しく登場するキャラクターっていうのがありますよね。あ、はい、今回プレイヤーが村長っていう役割があるので、それをサポートするキャラクターとして秘書ちゃんがいます。
しずちゃんしずちゃんですね。あ、しずちゃんという名前の人、はい、あのこの子が、まあ、いろいろサポートしてくれるので、うん、あの彼女とのコミュニケーションも、まああの楽しみの一つになるんじゃないかなと、はい、思ってます。ちょっとちょこちょいなんでサポートをうまくしてくれるかは分からないです。そうなんですかしてくれると思います。わかりました。家具もね、この動物の森のシリーズはすごくたくさん種類があって 3DS 版ではまあもちろんボリュームアップしてるっていうことの他に、まあ、さらに一工夫してるっていうふうに思ってるんですけどね、それを皆さんに紹介してもらいたいと思います。その手に入れた家具を工房に持っていくと自分なりの家具っていうのが作ってもらえるっていうことになってまして、例えばあのソファーの上のクッションをハートの柄にしたいみたいなこととかも、うん、あのできるようになってます。なんか家の外観も変えるっていう風に計画がありますよね。そうですね、あの屋根はまあ今までも色を変えられたりしたんですけど、今回はもうそれだけじゃなくて外の壁とか柵とかポストも付け替えたりとかもできるんで、あと今回は新しい要素として 3GS のすれ違い通信を使った遊びで、村の外れに住宅展示場があるんですけど、そこにそのすれ違いで家がモデルハウスとしてどんどん展示されていくんで、今まではあの知ってる人の友達のところでしか行けなかったけど、はい、今回は知らない人の家の様子っていうのも伺い知ることができるようになるっていう、そうですね、楽しみですよね。家具のパーツ自体を扱っているのが、うん、あの不動産屋っていう場所なんですけど、実はあのおなじみのあのたぬきちはそこの不動産屋として今回登場します。転職しちゃったんですね。転職しましたね、はい、これもどんな風な不動産屋さんになるのか楽しみですよね。はい、はい、動物の森シリーズはね、音楽好きだっていう人が多いんですけども、ありがとうございます。ずっとシリーズ通してサウンドを担当してくれてる戸高さん、はい、この辺 3DS 版ではどんな風に力を入れてるのかっていうのを一言、まあ、今までとあの同様にのんびりと、村の生活を楽しんでもらえるような、音楽にしてありますなんですけども、それに加えてあの先ほどの地形の話で浜辺が今まで以上にこう広がっていたり、もう村全体がすごく広々してるんですよね、そういったとこから音楽もあの今まで以上にこう開放感を、味わってもらえるような、ものにしようと今作っています。実際にこう 3DS 版の動物の森を遊んでもらって早く聴いてもらいたいですよね。そうですね、その通りです。楽しみに、待っていてください。やっぱり動物の森といえば毎週土曜日の夜の戸竹家のライブっていうのがね、なので、本当の動物の森の中でのライブは、まあ、3DS 版を楽しみにということなんですけども、はい、今日はこの回の締めくくりに戸高さんにちょっと一曲ライブをしてもらおうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ一曲演奏させてもらいます。はい、お願いします。動物の森の新しい曲です。ということで、任天堂 3DS 版の動物の森は発売はもう少し先ですけれども、今日のお話で皆さん少しだけ情報を知ってもらえたんじゃないかと思います。それでは発売を楽しみに。